空也は、平安時代中期の僧、阿弥陀清一市肘里、死人とも称される。感想を伴わず、ひたすら、南無阿弥陀仏と口で称える、商名念仏を日本において記録上初めて実践したとされ、日本における、浄土教、念仏信仰の先駆者と評価される。石棺家から、一般大衆に至るまで幅広い僧、ことに出家像に向けてではなく世俗のものに、 念仏信仰を広めたことも特徴である。空野流の念仏肝人賞は、鎌倉仏教の浄土信仰を醸成したとされる。俗に、天台宗空野派と称する一派において、外仰がれるが、空野自身は、複数宗派と関わりを持つ、長宗派的立場を保ち、没後も、空野の宝刀を直接伝える宗派は組織されなかった。よって、 空也を解散とする寺院は、天台宗に限らず、在世中の活動拠点であった六原蜜寺は、現在新言州地山派に属する。踊り念仏、六祭念仏の解祖とも仰がれるが、空也自身がいわゆる踊り念仏を修士したという、確証はない。ただし、空也が創建した六原蜜寺には、空也ようやく念仏が受け継がれており、国の重要無形文化財に指定されている。 文帝は、高野清など中世以降に広まった民間浄土協業者、念仏制の先駆となり、鎌倉時代の一辺に多大な影響を与えた。後年多くの伝説が語られたが、史実を推定するに足る一時資料は少なく、空やるや、吉重の安種の日本王上国楽記が没後間もない時代に記された、わずかな記録である。没年の記録から逆算して、 演技三年頃の生まれとみられる。生存中から空也は、皇室の出という説が噂されるが、自らの出生を語ることはなかったとされ、真偽は不明。孫貴文役によれば、人形天皇の御子、常安新王のことされているが、常安新王は、上岸十一年に没しており、年代的にはやや無理がある。演技十二年頃に、尾張国分寺にて出家し、空也と名乗る。 若い頃から、在族の修行者として、諸国を回り、南無阿弥陀仏の名号を唱えながら道路、橋、寺院などを作るなど社会事業を行う。天行元年、京都楽中の東市などを拠点にして、苦笑念仏を進める活動を本格的に開始し、帰線を問わず幅広い経営者を得る。天略二年、比叡山で、天台座数、炎のもとに獣会し、交渉の後を受ける。 ただし、空也は、生涯徴収派的立場を保っており、天台宗よりもむしろ、奈良仏教会、特に思想的には三論宗との関わりが強いという説もある。貴族や民衆からの寄付を募って、天略四年に、近時代般若要書者を発願する。さらに、天略五年には、十一面観音像及び梵天、大釈天、像、四天皇像を造留。発願から、 足掛け十四年後の王は三年、鴨川の河原にて、大々的に近時代般若行区業会を修する。この際に、三千道東の寄贈したため、空野承人区行近時代般若教願門が伝わる。これらを通して、藤原三根より、藤原諸氏楽行との関係も深める。天禄三年、東山最高寺において、七十歳にて自弱。六原蜜次 空也商人像、空也の彫像のうち、重要文化財として、国が指定しているのは、六原光寺が所蔵する、木造空也商人立像、総言寺所蔵、木造空也商人立像、月林寺所蔵、木造空也商人立像、浄土寺所蔵、木造空也商人立,立像である。いずれも鎌倉時代の作とされる。彫像の造形は、非常に特徴的である。 一様に首から金を下げ、金を叩くための種目都市の角のついた杖を持ち、わらじばきで歩く姿を表す。六体の阿弥陀仏の肖像を針金でつなぎ、開いた口元から吐き出すように取り付けられている。この六体の阿弥陀像は、南無阿弥陀仏の六字を象徴し、念仏を唱える様を視覚的に表現している。後世に作られた空夜の彫像、絵画は、すべてこのような造形。 図像をとる。ありがとうございます。